キスポーターチャンネルの箱タヌです。本日も J リーグに関する動画を上げさせていただきます。本日のトークテーマはこちら、箱タヌが選ぶイケメン J リーガーベスト3。 J リーグには実力を備えている選手もいますが、もちろんイケメンの選手もいますので、今回紹介させていただきます。イケメン J リーガー第3位は、今年から柏レイソルでプレーをすることになった高橋祐二選手です。私服姿もかっこいいですね。そんな高橋選手、実はタレントの高橋メアリージュンさん、高橋優さんと兄弟なんです。そして実は奥様も元 AKB の高城亜希さんです。美男美女ですね。そんな高橋選手のプレーがこちら。プレーでも見せれる男、かっこいい。高橋選手、カジュアルレストランでの活躍期待です。イケメン J リーガー第2位は、鹿島アントラーズで活躍している内田篤人選手です。内田選手はイケメン J リーガー選手権第5回で優勝を誇っています。こうやってイケメンだと脱いじゃう仕事もできるんですね。内田選手はドイツのシャルケでも活躍していました。そんな内田選手のプレーがこちら。この高速クロス、頭ドンピシャ、いやーかっこいいですね。内田選手といえばこの高速クロスで日本代表を常に引っ張っている存在でした。今年も鹿島アントラーズでの活躍を期待しています。イケメン J リーガー栄えある第1位は、こちらもまた鹿島アントラーズの土井翔真選手です。この甘いルックスに鹿島ファンは多いんじゃないでしょうか。スーツもバシッと似合っております。土井選手のゴールシーン3連発でお届けします。この決め切る力、やはり鹿島を牽引する力、土井選手が持っているのではないかなというふうに思います。Jリーグ王座を目指す今年、内田選手と土井選手2人で鹿島アントラーズを引っ張っていくんじゃないでしょうか。以上、イケメン J リーガーランキングでした。いつも動画を見てくれてありがとうございます。箱タヌは J リーグを応援しています。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつもありがとう。またね。